結婚してお二人です。流れ星ありがとうございます。今日もお疲れ、ありがとう、ハートありがとうございます。そもちで鉄人だからちょっと熱は出なかったんですけど、そう鉄人なので熱は出なかったんですけど、そうまあ病院行って薬もらって治りました。なんか普通になんか毎日のようにみんなに会ってたので、メンバーに会えないのが寂しすぎてマジでなんかもう寂しいってなった。一人暮らしだし普通に。だからマジでなんか決めさんとかに電話しようとしたけど普通にやめた。普通にやめました。音波ありがとうございます、旗ありがとうございます。お花ありがとうございます。今日もね踊ってたので治りましたね。多分復活おめありがとう。電話しようかと思ったけどやめたね。普通にに一人で死んでたわ普通に死んでましたね。一人で、ショールーム別にできたんですけど、なんかまあマネージャーさんにもさ、あの何あの病院行ってくださいって言われて、風邪って言われましたみたいな言ってるから、まあなんていうか休むときはちゃんと休まないとなって感じで休んでましたそう普通にね寂しかったんですけど、誰にも何もせずに一人でいました。あんまりありがとうございますそう寂しかったけどまあ一人でいました。そんな時に誰に LINE しようって思ったらする人いなかったお花ありがとうございます。そう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 、カスカス声でやるとね大丈夫みたいな、優しいんだけどね、そう優しさ素敵なんですけど、うん、まあまあ私には必要ないですので。音波ありがとうございます。デンジャーのライトを見上げて今ココアさんのことが久しぶり、ハートありがとうございます。おもろおもろすぎておもろい。そう久々にね会いましたね同期に。そう鉄人なのでねマジでツアー出なかったですね。音信不通になる。2人目誰、1人目誰、大丈夫誰、1人目誰だ。日曜日念願の連番ね、こちらこそありがとう。久々3日ぶりくらいじゃないの。うん、ねなさん普段と声一緒とか言い張るメンバーとか楽しい死んだおもろ。同期で相変わらずでしたよみんな。元気になりました。今日は復活祭ということで送ってましたねまあなんかね立ち止まってる暇時間がないと思って休むのあれかなと思ったけど、まあまあ気負ってたのでまあちょっと休みましたその分頑張らなきゃいけなくなるんですが、一話目っぽいけど、うーん、コールありがとう。
尊いありがとうございます。ハートありがとうございます。あやかさんのね、あのカスカス声に なったので配信しますみたいなやつは見ました。7月8日のねー流れ星ありがとうございます。制服の目申し込んでください。配信あるんだね。7月8日はマイコさんと井田さんとミオさんですね。めちゃめちゃあのダンスすごすぎるメアメンバーですよ。一応ねー本当ありがとうございます。うえー、1日の目嬉しい。待ってるわ。マイコさんまたミヤビームとシンメか。前回シンメだったか。ミヤビームとマイコさん何の曲でだろう。何の曲でシンメだったんだろう。あんまシンメのイメージなかったけど。そうね、ココハとココミは今んとこフルで出させていただいてますね。制服の目に日曜日やれと。こちらこそ制服のまた応募してください。8日を待ってます。ミヤビームとマイクさんね、新芽じゃなかったか、ね、詩人は新芽じゃないけど何の曲だろう。日曜日向けて炭水ん炭食祭、あ炭食祭か、相性うん1日お待ってます。あれだよね、25当たったんだっけ本当は。ダウトか、10番とかシムなのかなあんま分かってないけど。 S 公演もね、そうそうそう、なくなっちゃったからまた。でもメンバー同じで次なのかな、25と分かんないけど、そうだと思うから、まあ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 、あのなんだ多分メンバー25と同じメンバーであのかな、わかんないけど、次がいつあるのかわかんないけど、次いつあるんだろうね。でも発表されてないよねまだね。今月はもう発表されてないのかな、いつあるんだろうね。えココハもさ、いないのかな月いつあるかわかんないけど、まあ応募してください。 S 公演待ってます。中止の、すごすごいね。なんか同じ会社でさ同じアイドル好きって結構いいよね。7月確かにツアーあるから少ないのかな。S コン、あ、うん7月4日にあるのか、そうなのか、あ、4日にあるのか、そっかそっか、4日にあるんだ、そうだ4日にあるんだ。4日に同じメンバーだよね多分ね、25日とだから、まあそこで見てください。片割れの片割れ、おお待ってます。4日はトレード頼み、いやー来てほしいですね、待っててほしい。公演ぜひ来てください。いやでもさ3日間ぐらい寝てたからさ、2日間
体力が心配ですよ。本当体力が心配。トレード勝ち取ってくれ。よろしく頼んだ。よろしく頼んだよ。こんばんは。S 模様しんどいよ。もうどっちもしんどい。頭4曲がね、どっちもしんどいですね。頭4曲がもうどっちもしんどい。ゴール忘れてないっしょ。久しぶりね、久しぶり。見送りね、いつもありがとうね。自己紹介とかね、本当にやばいです。なんかさ、前回の目がやっとなんか目、なんかちょっといい感じかもって思ったんだけど体力がまたまた。7月はセーフ、あ、そうなの。中止になってごめん、最善、うわお、また最善当てて。また最善当てて。やっぱね、多分コカにね、やっと握手来てくれたから最善だったんだと思うから、また当たらなかったら握手しに来て。よろしくだよ。こんばんは。握手効果だったんですよ、実は。実はね、久しぶりです。久しぶりです。いやー、わかんない。まあ、ここ歯押しの人は多分結構来てくれてるから、そしたらまた別の効果かもね。そうそう。9月はもう帰るの？まだ。結婚してお二人です。何も知らない女。ほんと9月のまか、お、待ってますわ、待ってますわ。結構あれ、ミオさんのイメージが強いけど、ミオさん推しですか？あんま被ってないよね、時間帯がね。だから早いから、ココハがちょっとで行きづらいかもしれないけど、あの、いつでも大歓迎ですので待ってますね。次再戦、あ、まだなんだ。下手がいいのね。1日の最善確定。7月くらいか。わかり、7月くらいか。まだか。まだでした。わかり、9月、お、合ってます。合ってます。あのもうね、毎日配信継続チケットが10枚あったんですけど、多分7枚ぐらいになっちゃったかもね。また貯めたいと思います。地道に地道に貯めたいと。お、9月幕張り待ってます。地道に貯めたいと思いますので、特会でも間がい。そうね、そうなんですよ、実は空いてるんです、間が。キメさんにも、あの、キメさんのファンの方も、あの、来てくれるんですよ、ご飯のとこに。そしたらみんな優しいでしょって言ってた。だからココハも、そのキメさんのファンの方みんな優しくて、多分あのキメさんが、あの、独立からじゃない、だからじゃないですかって言っちゃったよね。みんな優しい方、ありがとうございました。
ました。幕張ありがとうございます。言うね。言っちゃうよ。関東お幕張待ってます。だからみんな優しいからありがとうございます。9月も優しい皆様よろしくお願いします。ちょっと15分経ったので。やることがたまりにたまってるので終わりたいと思います。あさっては名古屋からズベスなのでよろしくお願いします。バイビー、おやすみ。久々ショールームありがとうございました。ハートありがとう。バイバーイ。楽器ありがとうございます。バイバーイ。